受けていただきましょう。お願いします。すごいっすよね。ね、見ました、見ました、皆さん。もう今どうなっちゃうか分からへんかった自分でも。誰か動画とか撮ってたら見せていただいて、後で来てほしいっすね。でもね、一回やったらやみつきになるんですよ、これ。そうなんです。またね、やってほしいってなっちゃうんですよ。やりたいなと思いますよね。はい、ありがとうございます。さあ、ということで別所選手、これ間近で見ていかがでしたか？いや、もう命が縮まるそうでした、私。いやでも迫力ありますね、本当に。ですよね、やりませんか。素晴らしい。やりませんか。いや、この席やりましょうか。殺されます、殺されます、殺されます。生でやった方がいいんじゃないですか。何言って、何言ってまだあともう10年ぶり、一回聞かせてください。あと10年もしあと気が向いたら、ぜひあちらの体験会の方で。そうですね、気が向いたら、ね、はい、はい、でも怖いですよ、この人。目がチバチってますもん。さあ、ということで、とってもね、スリルのあるこのタックルの体験、会場の方でやってみたいという方いらっしゃったら、お一人ここでやっていただこうと思います。いかがでしょうか。やってみたいという方、女の子、さすがにあんな見せられてなかなかじゃないですか。前のね、女の子がいました。どうですか。でもね、これね、とっても面白いんですよ。女の子、えらい、やる、やる、上がる、あ、すごい。じゃあ、はい、上がってきてください。じゃあ、あちらのね、お兄さんの方から見てくださいね。はい、勇気のある方をお呼びしようということでしたが、なんととっても可愛らしい女の子が来てくれました。大丈夫でしょうかね。え、名前とか聞いていいですか。どうぞどうぞ。はい、さあ、今ね、乗っていただいている車椅子、足をね、ちゃんと置くところがあって、ベルトなどで固定をしております。じゃないとね、もう吹っ飛んでしまいますからね。手袋をして準備します。さあ、こちらね、体験ぜひ皆さんね、していただきたいので、後ほど体験会のご案内をいたします。あちらのサッカー場の方で体験ができますから、皆さんできますよ。はい、ご準備できました。できましたね。名前だけ皆さんに言ってくれる。お名前は稲田麻子です。麻子ちゃん、はい、麻子ちゃん、何歳、何歳なの。6歳。6歳の女の子が。すごいですね、頑張ってね。勇気のあるチャレンジを。はい、初めて乗る。うん、どう、楽しみ。はい、うい、楽しみ、怖い。どうだろう。さあ、ということで、これはさすがに、あの、先ほどの感じではいかないかと思うんですが、これはじゃあもう伊崎選手お一人で行きますか。二人がかりできたらね、怖いですよね。どうします。大丈夫ですか。さあ、ではでは、行っていただきたいと思います。では、お願いします。さすが、優しくタックルを見せてください。抱負をお伝えいただきたいと思うんですが、まずはもう別所選手、東京パラリンピック参加するかどうかまだね、決まっていないということなんですけれど。そうなんですね。そうです、私東京の時に72歳になっちゃいます。どう考えても72歳なんですね。どう考えても。なので、まだこれから、今の環境とか、あとお金もかかりますのでね、そういったこともいろいろ考えて、来年再来年の世界選手権が開催されます。いろいろありまして、まだ今のところは謎謎なんです。チャンスが来たら いけるだろうしとかいういろんな思いで、まあ、でもずっと卓球は好きですので続けていきたいなと、そのように思っております。皆さん、また応援、卓球をよろしくお願いいたします。はい、別所選手、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ました。さあ、続いてウィルチャーラグビー、今井選手から。はい、どうぞ。卓球もラグビーも、ここ渋谷で開催されるので、ぜひ皆さん生で応援していただいて、この2020までの4年間
みんなで盛り上げて、東京大会を成功させましょう。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。若山選手お願いします。はい、本当にですね、皆様の応援が僕らをもっともっと強くさせてくれる力になりますので、ぜひぜひ渋谷区の皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。池崎選手お願いします。はい、この渋谷で、2010年やるということで、たくさんの人に、ミュージアラグビーを見ていただけたらなと思っております。四国開催ということで、やっぱりたくさんの応援が日本のチームに来るっていうのは、もうたくさんのパワーをいただくこと、またたくさん力をいただくことは、一つでも多くのメダル、一つでも多くの多い、いい色のメダルに手が届くっていうところもありますので、皆さんと一緒に、戦って作り上げていければいいかなと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。池選手お願いします。はい、私たちはリオで銅メダルを取ったわけですけれども、次期待されるのはそれよりも、いいメダルの色と、金メダルをやっぱり目指して、東京まで、やってはいくんですけれども、こういった、まず知ってもらうという活動をどんどんしながら、私たちも競技レベルももっともっと発展させながら、たくさんの方々に応援してもらいながらの、競技をしていくことが、東京2020の、真のこう成功というか、そういったところを目指してこれから私たちも活動を続けていきたいと思うので、ここでウルチャラグビーをこう知っていただいた皆様、また卓球を知っていただいた皆様が次の人をまた連れてきてくれるというか、そういうふうな、つながりの輪を、ここ東京だけではなくて全国に広めて、真のこう東京オリンピックパラリンピックの成功に向けてみんなで協力できたらなと思うので、本当に皆さん応援よろしくお願いします。池選手ありがとうございます。広瀬さんからもぜひ2020年続けてお願いいたします。やっぱり現場で見るのが一番面白いなって改めて思いましたので、12月には国内大会もありますしね、そういうところでも見に来てもらえると嬉しいなと思ってますんで、彼らはこういうところって光り輝くところですけども、それ以外にちょっと僕も今そうですけど、ちょっとしたダンスは大変なんですよね。で、東京とかね、いろんな駅とかでもベビーカーある人とかいろんなとこ大変だと思って、まだまだある中でみんながちょっとずつ声を上げて、なんかいろんな人が生活しやすいような環境を作っていくことがやっぱりこれからすごい大事だと思いますので、そういった意味でも今日感じたことをちょっと広めてもらって、日本のもしくは渋谷からそういうことを広めていって、世界のお客さんを迎えられたら素晴らしいんじゃないかなと思いますので、今後ともみんなで、選手たちめっちゃ選手プレー頑張ると思うんで、僕らは僕らで自分ができることを一生懸命やっていって、2020年とか将来につなげていければすごいいいんじゃないかなと思ってます。だから皆さんぜひともよろしくお願いします。広瀬さんありがとうございます。素敵なゲストの皆様お越しいただきました。本日ありがとうございました。車椅子卓球日本、ごめんなさい、あと投げてしまった、これ投げたい、はい。